直行の銀。書斎。魚を釣ることを学び、自ら思い楽。魚和江康氏と。初めて魚釣りを習った頃は、魚を取るなどわけないと思った。30。釣り竿を持ち、一魚も釣り得ず。30歳になって釣り竿を握っているが、一尾の魚も釣れない。人の針は曲がれり、我が針は直なり。人の針は曲がっている、私の針はまっすぐだ。悲しいかな、我が針はまた食なし。悲しいことに、私の針は餌さえもついていない。文王すでに没して、また生ぜず。とっくに死んだ文王が生き返るはずもなし。直行の道はいずれの時か行われん。まっすぐな針の道はいつになったら認められるのだろうか。